どうも皆さん、こんにちは。カーセンです。今日はコールドデューティーブラックオプスコールドウォーキャンペーンの方をやっていきたいと思います。いや、ついに来たね、ブラックオプスのキャンペーンが。ルーキーがおすすめですか？ではリアリズムでいきたいと思います。もちろん最高難易度でクリアを目指していきます。冷戦が舞台って聞いてますけど、どうなるんですかね。ソビエト連邦、社会主義か。私たちは世界中のどんな兵器もかなわないような力を持っています。それは皆さん一人一人の自由な意志、そして道徳的な勇気です。それは世界に敵対している者たちには持ち得ないものです。テロ行為を行い、隣人を食い物にする者たちに理解させてやりましょう。アナリストの中にアメリカはすでにソビエトと戦争状態にあると考える者もいます。私たちの中にスパイがいるのでしょうか？テヘランのアメリカ大使館でアメリカ市民52人が人質にされています。匿名の政府高官は冷戦の惨事はすぐに顕在化するだろうと主張しています。かっけえ。大統領、人質事件に。うわ、闇リアルすぎん。アラシカリバーと家臣のジャバにいます。ごめんよ。今こそ奴らに示してやれ、人質など無意味であると。今回はもちろんですけども PS5 版でやっていきたいと思います。結構聞かれるんですけども、 PS5 版の Call of Duty Black Ops Cold War は 120fps で動作しています。その警官は信用できるのか。今回のキャンペーン、あ、まあ、YouTube は60なんであんま関係ないですけど、私は120でやります。おお。うわかっけえ。あとハンズ、協力に感謝する。メイソン、目標には近づけない。メイソンなんだ。カシームは部屋にいるが警備が固い。ちょっと待ってくださいね。あのお楽しみのところ申し訳ないんですけど、おそらく皆さん字幕欲しいんじゃないですかね。字幕大きめで置いておきます。15分ほどなら部下は あれあれ遠ざけられるだろう。戦力は十分か。問題ない。あ、ついたついた。ハンズ、あんたと組めてよかった。アドラ、ハンズ行くぞ。ウッズがしびれを切らしてる。あいつをがっかりさせるんだ。かっけえ。80年代だよね、冷戦って。90年代、80年代雰囲気出てるんだ。80年代、70年代はい、メイソン。俺はパーティーグッズはトランクの中だ。俺のは取ってくんないの？あ、選べんだ。え、74U でいっちゃっていいっすか？ちょっとサイトゴミじゃない？これサイトゴミだな。これ MP5 でいきましょう。 OK です。奴はおそらく油断してやがる。クズにしてはただものじゃないが、画質良すぎなんだよ。奴に安全な場所はない。モダンもすごかったけど、コールドもすごいね。奴を生かしておく価値なんてあるのか？カシームは情報を持ってる。他は逃がして構わない。人質ね。すごい、レーザーサイトがほら撃つ、ほらレーザーほら対策が早すぎない？チームは階段に向かったぞ。まあ、モダンウォーフェアのキャンペーンの動画を見てくれた人は分かると思うんですけど、想像以上にこのリアリズムっていう難易度難しいので、いっぱい死ぬと思うんですけど、できるだけノーカットでお届けしたいので頑張ってみてくださいもう僕も頑張るんで。刺激拾う。いいか、佐々木、あれ
も全然この際簡単かもね、キャンペーン全然死ぬ気しないね。チームに逃げ場はない、移動する、ヤスを探せ。2階か、よし。あ、ごめんごめん、捕まえんだよあ、待って、まるでテイクダウン。敵を人間の盾として掴め。おお、すごいすごい、こんなんできんだ。よし、これでチクショウ、やばいって。まあ今のはね、デスしたわけじゃないんで、ウンスってことでお願いします。いけ、いった。どこ、よし、いた。いや、逃がすなって言うけど、ちょっと敵多すぎません？来たー、上がってきたやってやろうじゃねえかよ、おい、コールオブデューティーさんよ。はい、しゃいつでもできんのかな、人間の盾。あ、よく見たらライフ書いてるね、これ。あ、普通に撃たれて死ぬんだ、あのライフ消えると。ちょっと平気の方がいいな。よし、大丈夫か。 AK はいいな、やっぱこれだよ。 MP5 のね、ベータに加えると銃声良くなりましたね。サウンド周りがね、結構ベータから強化されてる気がします。いや、本当にね、本当なんだよこれ冗談見てたろ、本当に食らうんだよね。今の死なねえの、ちょっと使って、大丈夫。あのね、無限はない。モダンウォーフェアのキャンペーンで得た知識なんだけど、 COD のキャンペーンで無限はない。大丈夫、撃ってれば勝てる。奴を殺すなよ。やばい、逃げちゃう。大丈夫、これ逃げられない、遅すぎて。よし、いきなりデッドヒートだけど、これ本当に一面。危ねえ、待て、殺しかけた。待てよ、盾になれたそうな顔してる。おお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 おこれが話し合いさ。何するの、出番で話すの。本当に待ってくれ待てこれが冷戦時代の話し方け。相手を間違えたな、嵐男。俺は彼を管理してるだけで、嵐がどこにいるか知らない。お前、立場が分かってないのだな。おお、お前らアメリカ人なんだろ、法律を守れ。法律など知るか、お前らは人質を取った。知ってることよ、サムライとあいつがお前を投げ飛ばすぞ。待て、奴はトルコだ。明日の夜、トラブソン空港で誰かと会う。お仲間に会う時間だ。下に車が山ほどある。これであと一人。これ選択肢で殺せ。全員殺します。先に言っときますけど、全員殺します。一人残らず、もう全員殺します。カシームは片付きました。嵐を仕留めるまでどのぐらいかかる。チームはトルコに到着しました。まもなく位置につきます。ロードハイヤ、トルコ、トラブソン飛行場。二人いたやつらの、もう一人そこだ。クソ野郎を探しに行くぞ。うえ、
つのクソ野郎っていう時の顔たまんねえな、マジで。うんこスナイパーだ。雰囲気出んな、マジで。モダンでもこういうとこあったよな。なんだ、あ、ここやばいとこじゃん。こんな作戦じゃなかった。これじゃないのか。そいつじゃない。どこにいんの。違う、トラックが来るぞ、左だ。ん、あれか、トラックに乗ってるか。降りてくるか。サフクソ。え？どうなってる？車内の奴らを撃ちやがった。嵐に違いない。まだ撃つな。しっかり見極める。あいつだ。外した。勝手に外れたのか俺。これ強いのじゃん、もしかして。勝手に外れるようになってんのかな。やばい、走れ走れ走れ。よし、よっ。たまんねえ、マジで。しおれのキャンペーンおもろすぎる。何？そういうパティか。お前ヤクザファーストシューティングでやってんだよ、こっち。こういうの。よし、もう一台。死にやがれ。よし、よけ。なんた嫌なんだこいつら。これはもう一台あげんぜ。やばい、弾が。ナイス。おらあれ、あれ、RC2 出た。これだったやつ。あらやら。おほほほ。 OK、L さんでブーストね。あれ、着陸装置を破壊しろ。かわせかわせ。もうちょい。ハハ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 ハ。あのセリフここで言うんじゃないんだ。てか COD といえばやっぱこの目覚め方だよな。 COD のおはようございますだから。これトットと人質を解放しておくべきだ。人質、人で違ってどうでもよかった。やつの計画は動き出している。今度はもう止められんぞ。誰のことだ。ペルセウスだ。ほざくな。ペルセウスは死んだ。死んだ。まったくおめでたい連中だ。ペルセウス。ヘルセウスが西側を焼き尽くす。選択肢出んのかと思ったら、ハードナーが一撃で。駐機場の生存者を探しラングレーに戻るぞ。ハードソン出てくるのか。ついにヘルセウスってのは何者だ。俺が聞きてよ。なんで俺撃つに聞かれたんだよ。お前知らねえのかよ。追跡
1943年マンハッタン計画の情報がロスアラモスから盗まれた、うん、ロシアのスパイペルセウスに仕事。ああ、スパイなんだ。ロシア。1968年ベトナム戦争ではペルセウスに指揮されたベトコンの兵士がアメリカの火力支援基地から核爆弾を盗み出そうとした。そして5日前の任務中、再びペルセウスが動き出したとの情報を得た。どんだけすげえスパイなの。西側への攻撃を企んでいる。ペルセウス、 CIA の分析官は自由世界にとって最大の脅威とみなしている。ハドソン君、ヤニうまそう。我々は皆ペルセウス。俺もヤニ捨ていいっと。悪いな。虚像でしかないことをね。ヘイグ、私が思うに奴の正体はロシアの都市伝説。実在しないと。ヘイグ長官、この件に対処する最適な人材がいます。ハドソンかっけえ。CIA の諜報部員。かっこよすぎん。ハドソン。マッセルアドラーです。ペルセウスを捕らえられる数少ない人物の一人です。CIA なわけです。なぜそのペルセウスを重要視する必要があるのかね。しなくても結構。ああ、だが市民が大勢死ぬだろうな。なぜそう思う。さあ、ペルセウスはこれまで何度も冷戦の流れを変えてきました。13年沈黙して動き出した。大きなことが起こる。画質やばない。ここ自由世界に影響する何かな。大統領、ジェイソン・ハドソンとラッセル・アドラー。ああ、知っているよ。任務を承認したのはこの私。レーガンだ。脅威は事実か。そう確信しています。ペルセウスを止められるかね。もちろん、チームの挑発も申請済みです。さあ、彼らの要求はほぼ違法です。これがマスコミに漏れでもしたら。何を言ってるんだ。俺たちを誰だと。俺たちの任務は全て違法だ。ウッズ軍曹、もっともらしい反証をあげるのが我々の仕事なんだ。ある。自由世界で暮らす人々への攻撃を防がねばならないんだ。アドラー君が望むものを与えてやれ。翔君、これは重要な任務だ。我々の暮らしを巨大な悪から守ってくれ。これほど大事な務めはないし、これに勝る名誉もない。君たちの奮闘を知る者は少ないが、世界中がその恩恵を受けることになるだろう。まさにブラックオプスじゃん。君たちに期待している。5週間後。ハドソンです。ハドソン、まだ始めていないのか。もう間もなくです。ブラック。アドラーは西ベルリンに隠れ家に着く頃です。信じているのか。ブラック、私にそれを聞きますか。彼のチームはどうだ。強力ですよ。シムスやアズレーも加わるだろうし、 MI6 からヘレン・パークも引き抜くでしょう。メイソンとウッズも合流します。トップチームはどうだろうな。彼女は前もアドラーと組んでいた。きっと参加させますよ。それと新人がいたな。ベルですか。その話はまた今度。加算、ま、一撃で死亡です。うま、リアルなヤニ見た後のヤニうま。ん？なんだこれ。偽名ベル。あ、え、俺の名前？じゃあ河川でちょっと今回は行こうかなって。あ、こっち名か。河川と、名字どうしよう。名字な、斉藤。やっぱ斉藤、偉大なる斉藤で。よし。え、出身地アジア。肌の色は黄色ですね。え、こんなことできんの？男っす。あー、ん？あ、もっと KGB 行くか。
もっとロシアで、ロシア側の諜報機関ですよね。心理学的特性、変質的、暴力的、一匹狼、プロ、大胆的、安定。え、あ、能力変わるんだこれ。過度に反応、物理的な手段で争いを激化させる。プロはプロ。エイム中の移動速度、え、体力は、え、エイム速度 100% 上昇、誰も信用しない。相談数アップ、あ、体力 25% 増加。ちょっとこれにしてもいいですか。体力が全てだと。あ、もう一個いけるんだ。これでエイム速度上げますわ。じゃあこれでいきましょう。エイム速度アップと体力 25% アップ。 25% でもリアリズムだったらもう顔蚊みたいな量だと思うけど。西ベルリンへようこそ。うわ、俺たちには使命が。河川ベル斉藤、俺の名前。どうも、河川ベル斉藤です。よろしくお願いします。カセベルと呼んでください。今日から俺のことはコードネームベルだって。この2日間でロシアの通信が拡大している。 CIA と国防総省が内通者と接触を試みているが、今のところペルセウスにつながる手がかりはない。 MI6 も何も掴んでいない。とにかく前に進むぞ。過去の情報を洗おう。ちょっと止めていいですか。俺今思ったんだけど、 PS5 だからさ、トリガー重くなったりするんじゃねえかな。これちょ、振動ありの LR 射撃でやってみますね一回。1968年、トリガー重くなるって言ってたじゃん PS5。 なんかあんのかもな。そう、あの任務はまだ終わってないような気がしてた。うわ、ちょっと夏いもん掲げすぎでしょこいつら。情報をパークに渡せ。彼女が MI6 と相互参照。ダサいなレーザー。手がかりになる。ラザールかな。何でも暗号通信や NBA とロシアの活動とか。わかった、ラザーか。ここでベルの出番。元 KGB を引き込むのは危険だったが、秘密会議って感じだ。知りたかった。今回も同じだ。ミッションボードに向かえ。ダナンに遡ろう。ペルセウスへとつながる何かがあるかもしれない。ダナン、ミッションボードを確認。ミッションボードでは次の任務、前の任務のリプレイ、証拠の分析が可能。このアイコンは次のミッションに活用できる新たな証拠があるときに提示される。まずこれか。うん、ペルセウス。各任務はチームをペルセウスに一歩近づける。これがペルセウスの写真か。うん、なになに。彼の行動の記憶は第二次世界大戦の終わりまで遡り、ベトナム戦争に関与していた可能性が示唆されるが、その後の記録はない。この写真が捉えた日付は1950年代の半ばから後半。興味深いのは、その時期がこのソ連の工作員がペルセウスを自称し始めた時と重なっていることだ。この目的は自分自身の孤児、あるいは自分を思ったちを嘲笑うことなのだろうか。エマーソン・ブラックからの手紙、うん、まあ、これ作戦よろしくお願いしますっていうことですよね。トラブソン飛行場の写真。これもあのさっきのやつですよね。多分これが次のミッションかな。フラクチャー・ジョー。ベトナムでのソ連による活動の調査中、ラッセル・アドラーの SOG チームはペルセウスが死亡したベトコンによる奇襲から米軍の火力支援基地の防衛を手助けした。ペルセウスは不運な極秘作戦フラクチャー・ジョーの一環としてリップコード火力支援基地に隠された軍事資材を狙ってた。これ核盗んだっていうやつなのかな。その時の当時のことをやるってこと。これは、うん、アドラーとシムズ参加してたのかベトナム戦争に。フラクチャー・ジョーのメモ、ノックアウト・パンチ、パンチ。1968年1月のダナンでの出来事はフラクチャー・ジョー作戦の厄介な脆弱性を暴いて、それ以上の損害のように作戦を即座に破棄された。これは核か。ローレンス・シムズのサバイバルナイフ。
じゃあ次回はここからやっていこうと思います。フラクチャー・ジョーのミッションですね。いや、ワクワクしてきたな。なんかモダンとは違ってブラックオプス感があるというかね、秘密裏にって感じがしていいですね。それではまた明日お会いしましょう。お疲れ様でした。